山梨学院中学校2年日比孝です。私は音律という音と音の関係について研究しました。要するにピアノの鍵盤はなぜ12個でなければいけないのかという研究です。音律の研究は2500年以上昔、古代ギリシャのピタゴラスから始まっています。ピタゴラスは周波数が2倍ずつになるオクターブと2分の3倍ずつになる間線5度ではいくら続けても同じ音にはならないことを発見しました。それは2と3が互いにソだからです。12番目に割と近い音になるのですが、ピタゴラスのコンマと呼ばれる差があります。ピタゴラスの手順を再現してみましょう。オクターブは周波数が2倍、間線5度は高い方が低い方の2分の3倍です。要素はたったこれだけです。つまりソはドの2分の3倍、ドの右上のドシャープは2048分の2187倍になります。今度は逆向きに取ってみます。ドの右上は0フラットという名前になり、計算結果は243分の256倍です。先ほどの計算とは答えが合いません。実はもともとドシャープとレイフラットは違う音だったんです。コンマ分だけ微妙に合いません。同じことをオイラー格子で見てみます。真ん中をドとすると右に進むと間線5度上がります。左側はその逆です。12マス離れたところがピタゴラスのコンマになります。これがピタゴラス音律です。純正律は無限に広がる平面上のより巨大な構造を持ち、このようにオイラー格子で見た純正律はオクターブに無限個の音程が存在します。平面上の純正律を丸めたのがチューブ状のピタゴラス音律。チューブの端っこ同士をつなぐとドーナツ状の平均律になります。例えばピアノやギターでおなじみの12平均律です。よく見ると12マスがずれながら何度も繰り返されています。この他にも19平均率、31平均率、53平均率があります。数が増えるほど純正率に近くなりそうですが、そう単純ではありません。3つの観点から比べると、万能の音律はないことがわかります。このうち3つを引き分けてみましょう。1つ目は平均率、微妙にハマっていません。12平均率ではドレミファソラシドの間は全音と半音で2対2対1対2対2対2対1になっています。全部足すと12。でも例えば3対3対2対3対3対3対2なら19平均率、5対5対3対5対5対5対3なら31平均率です。いくらでも違う平均率が作れます。今回私はこれらの音程の指数部分がファレ祝いになっていることを発見しました。その図を横から見るとこんなグラフになります。青い点が不思議な模様になっていますが、私はこれらが反比例の双極点同士が交わる網の交点であることを発見しました。その関係はより高次の純正率についても成り立っていました。楕円の縦の大きさを比べると12平均率よりも31平均率や53平均率が優秀、118平均率や270平均率はさらに優秀であることが分かりました。現在12平均率で演奏されている曲も、将来は AI によって270平均率に自動でチューニングし直して聴かれることになるかもしれません。でも私自身は今回の研究をあくまでアナログにバイオリンでの演奏を活かしたいと考えています。参考文献を挙げております。ご清聴ありがとうございました。